今日の県内は上空の寒気と放射冷却の影響で今シーズン一番の冷え込みとなり、多くの地点で最低気温が氷点下となりました。大崎市古川の最低気温はマイナス 0.8 度と今シーズンで初めて氷点下となり、霜が降りる厳しい寒さとなりました。今日はぐっと冷えてますね。今日はやっぱ昨日一昨日よりもなんか寒い感じがしますね。県内の最低気温は日川でマイナス 1.7 度、米山でマイナス 1.1 度、仙台で 4.7 度などと19地点中10地点の広い範囲で氷点下となりました。仙台管区気象台は明日の朝も冷え込みが予想されるとし、県内全域に霜注意報を出して農作物の管理に注意を呼びかけています。